今日はこの動き、大胸筋を収縮させるエアチェストプレスの動きについてのお話をしてみたいと思います。よろしくお願いします。エアチェストプレスっていう名前はですね、今僕が勝手につけた名前なんですけども、あのエアですよね、重りを持つことなく、こうやって腕を伸ばす動作を行ってですね、大胸筋をしっかりと収縮させるっていうこの動きをですね、覚えることによって大胸筋の反応がですね、とっても良くなるんですね。ということで今日はこのエアチェストプレスを行うためのポイントをですね、いくつかお話ししたいと思います。僕はですね、あのボディビルの競技をやっていて、あの、まあ、試合に出ることがあるんですけども、そのボディビルの競技っていうのはポージングというものを行います。それは、大胸筋を収縮させるポーズであったり、こういう感じで背中を広げたり上腕二頭筋を収縮させたりとかというボディビルのポージングがあるんですけども、でそのポージングを行うときにですね、大胸筋を収縮させるポーズがいくつかあってですね、で例えばサイドチェスト、こういう風にやったりとか、あとマスキュラーでやったりとかですね、でその大胸筋を収縮させる動きと、実際のトレーニングをですね、こう合わせてやる、シンクロさせてあげると大胸筋の反応がですね、とっても良くなるということにある日気がついたんですね。ということで今日はですね、このエアチェストプレスを、あの大胸筋のトレーニングでしっかりと胸に効かせることができるための方法の一つとしてですね、今日はご紹介させていただきたいと思います。でこの大胸筋を収縮させる動作にはですね、大きく3つのポイントがあると思います。まず最初のポイントはですね、肩関節をしっかりと固定した状態で腕を伸ばすということです。大胸筋はですね、この真ん中にある胸骨という骨から始まって、上腕骨につながっている筋肉になります。ですのでこう胸骨とですね、上腕骨の距離を近づけてやることによって収縮する筋肉なんですね。ですので、腕を伸ばす動作と同時にですね、肩関節が前に移動してしまうと、ここの距離が離れていってしまうので、そうならないようにするためにしっかりとこう後ろの方に肩を引きつけておいて、そのまま腕を伸ばす。そうすることによってこの距離がですね、近づいて大胸筋というのは収縮されます。でこの大胸筋にですね、力を入れるっていう感覚が、今でと僕エアでやってますけど、分かりにくいっていう方はですね、例えばこう手を合わせてグッと力を入れると大胸筋に力が入るんですけども、この状態をですね、こう伸ばしていく、力を入れたまま前に手を伸ばす、こういう動作を行うと大胸筋がですね、収縮していく感覚が分かると思うんですけども、分かるようになるといいなっていう感じなんですけども、でその時のポイントとしてもですね、同じように肩を後ろに引いておいて手を合わせて胸に力を入れたらですね、そこから上腕骨と胸骨を近づけていくようなイメージで、こういう感じですね、こうならないように、こんな感じで行っていただく。でこの手で押しながら力を入れる感覚が分かるようになったらですね、次はあの壁かなんかをですね、こうやって手で押していただいて、そのままこう肩を後ろに引いたまま壁をですね、押しながら体をですね、こう後ろに、あの腕立て伏せやるような感じですね。こういう感じで、まあ、ちょっと壁があるとしてですけど、やっていただいて、でそれでここの、大胸筋に力を入れる感覚っていうのがつかめるようになると、あとはですね、手を離して同じようにこういう動作で大胸筋に力を入れるイメージがですね、なんとなくつかめていくといいんじゃないかなというふうに思います。では次に2つ目のポイント、2つ目のポイントはですね、大胸筋の収縮に合わせてこう肩関節がですね、多少前に来るようにここをギューッと寄せていくっていう感じです。さっきのですね、1つ目のポイントとちょっと、矛盾する部分があるとは思うんですけども、さっき言ったですね、胸骨と上腕骨 の, ちょうど大胸筋のつなぎ目を近づけていくっていうポイントを踏まえるとですね、肩を後ろに引きすぎた状態で
寄せてもですね、ここの距離っていうのは縮まらないんですね。手を合わせてくると同時に徐々にですね、肩が少しずつ前に出てきて、こういう感じですね。後ろから見ると、最初はこうやってやって後ろに肩を引いた状態で手を伸ばす練習をしたら、その次は大胸筋の収縮に合わせて肩甲骨がちょっと開くような意識でやっていただく。でこれは肩を前にやるっていうイメージではなくて、より大胸筋を収縮させることをやっていくと、自然と、肩が開く、肩が前に行く、肩甲骨が開くっていう意識でやっています。ですので一番のメインとして捉えるのは大胸筋の収縮として、こうやって手を前に伸ばしてくると、自然と肩は前に出てくるっていう意識ですね。ですので他のね、大胸筋の種目もそうなんですけども、例えばベンチプレスしたら手が広いので、この辺で終わると思うんですけども、これがダンベルプレスの場合ですと、もうちょっと真ん中までダンベルが寄ってきますので、そうするとですね、その上腕骨の動きに合わせて多少肩甲骨は、開いてくると思います。メインとなるのはやっぱり大胸筋の収縮ですので、あくまでもその大胸筋の収縮を一番の優先順位として捉えて、でその結果トップポジションですね、多少肩甲骨が離れてもここがしっかりと収縮していればそれは OK というふうに僕は捉えています。で3つ目のポイントなんですけども、これはですね、肘を張った状態で行うです。大胸筋はですね、このさっき言ったように胸骨から始まって上腕骨にくっついてるんですけども、この辺についてるというふうにイメージしていただいて、それをですね、この胸骨の方に近づけてくるときに肘を中に入れてしまうと、ちょっとねこっち側に筋肉の付着部がずれてしまうので、距離がですね近くならないんですね。一番収縮させるためにはこれをですね、こっちに向けてこういうふうに寄せていただく。こうすることによって大胸筋がしっかりと最後まで収縮することができます。でこれはですね、肘を張るっていう表現しましたけど、どの他のですね、大胸筋の種目でも一緒です。例えばチェストプレスの場合ですと、こうやって押し切った時に肘がこの内側がですね、真ん中を向くように、向かい合うように腕を伸ばすと大胸筋に効かせやすいです。ダンベルフライもこう開いた時にですね、肘がしっかりと張っていて、上げながらこうトップポジションに来た時に、肘の内側が向かい合うようにこうならないんですね。こういうふうにすると大胸筋から負荷が逃げません。人間ってですね、何も意識せずに前習いすると肘の内側ってちょっと斜め上を向くんですね。ですので例えばトレーニングを全くやったことない方はチャストプレスやった時に上に来た時にですね、肘がくるっと結構向きやすいものなんですよ。でこうなってしまうと大胸筋じゃなくてこういう関節とかですね、腕で重りを支えてしまうものですから、大胸筋に負荷をかけたまま逃がさずに動作を行うためには肘をですね、こうやって内側を向いた状態、肘の内側が向かい合った状態で、チェストプレスだったりダンベルフライの動作を行うことがポイントになります。ですのでこのエアチェストプレスを行うときもですね、しっかりとこの大胸筋の付け根がですね、胸骨の方に向くように肘の骨を外側に向けて行うという感じで行っていただくと、大胸筋をですね、しっかりと最後まで収縮することができると思います。という感じで、今日はですね、このエアチェストプレスの動きについてのお話をさせていただきました。今お話ししたですね、3つのポイントを、おさらいさせていただくと、まず最初のポイントとしては、肩関節を動かさないように肘を伸ばす。で、2つ目のポイントとして、肘を伸ばしながら、大胸筋の収縮をですね、優先させることによって肩関節が多少前に来るという動作を身につける。で、それと同時に3つ目のポイントでもある肘をしっかりと、肘の骨を外に張った状態でより大胸筋の収縮を行うっ
という感じですね。この3つのポイントを意識して、こういう感じで大胸筋のこのエアチェストプレス、これが行えるようになるとですね、これをそのまま大胸筋のトレーニングに置き換えると、大胸筋のですね、収縮がとても良くなると思いますので、ぜひですね、チャレンジしていただければというふうに思います。あとですね、最初に言おうと思って忘れてたんですけども、このエアチェストプレスの手の角度が、どこがいいかっていう点なんですけど、最初はですね、下に押すような感じで、こんな感じでやっていただくと意識しやすいかなというふうに思います。前に伸ばすとですね、これはですね、立った状態で空で行うと、実際腕を支えている筋肉っていうのは、三角筋になるんですね。ですので、大胸筋に意識させるためには、あまり他の部分に余計な力が入らない方が分かりやすいものですから、最初は、下向きに押していただいた方が、この収縮っていうのは分かりやすいかなというふうに思います。で、慣れてきたら、実際のチェストプレスである、チェストプレスの角度である、垂直、地面に対して垂直に押す角度であったりとか、あとインクラインだとね、こう斜め上に上げる動作になるんですけども、これも肩はしっかりとこっちに引いておいて、こういう感じですね。こうやって上げることによって、大胸筋の上部が収縮する感覚がつかめると思いますので、そのままインクラインのダンベルプレスだったり、ダンベルフライに活かしていただければというふうに思います。では、今やったですね、エアチェストプレスを、そのままですね、ダンベルプレスの動作につなげるっていう感覚で、実際ですね、ダンベルプレスをやってみたいと思います。じゃあ実際にやってみますね。今やったエアチェストプレスはこんな感じです。で、フラットのダンベルベンチでありますので、感じとしてはこういう感じですね。寝転がってやると、この状態から、こんな感じです。さっき言った肩甲骨が大胸筋の収縮とともに開いてくるっていう感じでやってますので、肩甲骨を引くとちょっとこの辺まで来るんですけど、大胸筋の収縮を優先させることによって肩甲骨が多少開く、こんな感じで。ではダンベルを持ってやってみます。こうですね、ここで大胸筋を収縮させるポイントを作って、そこから はい、という感じです。今はですね、割と軽めのダンベルを使いましたので、フォームをですね、意識してダンベルプレスをやってみたんですけども、理想はですね、どんな重量で行っても同じフォームで行うということが理想になりますので、次はですね、僕の中での、高重量を使ったダンベルプレスを実際にやってですね、エアチェストプレスと同じフォームでできているかどうかということをですね、確認していただければというふうに思います。よいしょっと。ではいきます。よいしょ。はい、という感じで、僕の中での高重量のダンベルを使ってダンベルプレスをやってみました。先ほどやった、軽い重量でのダンベルプレスとですね、同じような感じでエアチェストプレスの動きが活かせてるかどうか、あとですね、僕自身も実際に動画をチェックしてみたいと思います。という感じで、今日はですね、このエアチェストプレスを大胸筋のですね、トレーニングでより収縮感を得るための練習法の一つとして、ご紹介させていただきました。で、この、エアチェストプレスのですね、いくつかのポイントを今日お話しさせていただいたんですけども、これはあくまでも僕の感覚ということで、一つの参考にしていただいてですね、
例えば、自転車に乗る時の感覚みたいな感じで、捉え方っていうのは人それぞれ違うと思うんですね。ですので自分なりのこの大胸筋を収縮させる方法というのは、感覚としてですね、見つけていただければなというふうに思うんですけども、肩関節を固定したりとかですね、ある程度その基本となるポイントということで今日はお話しさせていただきました。最後にですね、もう一つポイントとして挙げさせていただくとすると、この筋肉の収縮っていうのはあまり力んで行わない方がいいと思います。エアチェストプレスもですね、ギューってやるよりはこうスッという感じで自然な感じで、他の部分にあんまり力が入っちゃうと力みになっちゃうんですけども、力を入れる部分だけ力を入れて、リラックスさせる部分はリラックスさせるという感じで行っていただくと上手にいくかと思います。でその感覚っていうのはトレーニングにも活かせます。例えばチェストプレスやるときにですね、ギュッとこう力んでやるよりは大胸筋の収縮だったりとか、自分のメインとする筋肉の収縮を意識して、それ以外の部分はあまり力まないようにするっていうのがですね、筋肉に効かせるためのコツになりますので、そのための練習法としてもですね、力まない力の入れ方っていうのをですね、意識していただくと上手にいくんじゃないかなというふうに思います。でこの動きがですね、そのままポージングにつながって、こんな感じで、ポージングの動作にも活かすことができます。エアチェストプレスのお話でした。最後までご覧いただきありがとうございました。